静岡市の春の風物詩、静岡祭り。今日はメインイベントの大御所花見行列が行われ、多くの人でにぎわいました。昨日から始まった静岡祭り。コロナ禍の影響で去年3年ぶりの通常開催となった春の祭典ですが、今年もコロナ禍前と同じ規模で開催されました。今日は徳川家康の花見の様子を再現した大御所花見行列が行われ、大御所役のお笑いコンビココリコの田中直樹さんらが中心街を練り歩き、見物客から大きな歓声が上がりました。静岡祭りは明日まで開催されます。